ね、まあご飯食べながら。いいよ、好きに過ごして。いただきます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。いいよ、ここ塗りたかったら塗りな、ちょっとぐちゃぐちゃでごめんね。いいよ、はい。こんばんは。やっほー。今日はね、もう平野光るヘロヘロなんです。そう、なんかわかんないけど急にさ、元気だったんだよ、ずっとね元気だったんだけどな、急に仕事終わりになってさ、スイッチが切れたように元気がなくなりまして、はい、眠そうだねって言われました。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。まあやっぱり抜いたり抜かれたりで、はい、あれなんですけど、まあね、755に迎えた通り、まあやっぱりね、いつも以上に負けたくないです。うん、なのでぜひご協力いただけると嬉しいです。美味しい。ご飯って美味しいね。幸せだね。今日はね、お仕事でメニューをいっぱい書き書きしました。うん、メニューをね、書き直してたんです、ちょっと。うん、私がね、書きました。もともと違うんですよ、違う方が書いてたやつなんですけど、うん、それはねちょっとまあいろいろ変わったりもしたから、そう、改めて私がちょっと全部書き直しさせていただきまして、こんばんは。今日はね、まだお兄ちゃんもマミーも帰ってきていないので、そう、仕事で、そうだからね、ちょっと帰ってくるのが遅くなりました。
梅ちゃん、久しぶりの梅ちゃん。うん、どうしたすんって寂しいんやろ。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。真っ黒でちょっと一体化して見えるかもしれないんだけど、いるよ。チューしない、チューしない、ごめん。お顔だけ舐めないで、化粧品ついてるから。おか、寂しいの、寂しかったの。だ、私のこと大好きだもんね。え？これで寝るの？そのまま？白があるよ。なんかこの毛だ、この白い毛だけすごい目立つけど、どうしたんですか？こちらの毛の日本の毛。あ、やーな、ごめんね。真っ暗。ここで寝ててよ。なずっと抱っこしとれんからさ、私。ここで寝ててよ。わあ、寝そう。このまま寝そう。わあ、寝そうだわ、この子。ああ、動きた。動いた。ごめんね、ちょっといろいろ乗ってるけど、ごめん。ここで寝て、こう、あ、今開けたからさ、場所。ここでちょっとゴロンして寝ててくれると嬉しいな。うん、そうそうそう、そこにあるもの匂わないでお願い。赤ちゃんみたいでしょ。私からしたら赤ちゃんなんだよ。永遠の赤ちゃんだよね。私が産んだみたいな気持ちだよ。ママ。7位に上がりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。皆様ぜひご協力お願いします。紫音符とミラーボールを集めてます。こんばんは。もう取ります。とりあえず。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。AKB か。AKB
AKB 関連のイベントということで負けたくないので、はい、こんばんは。はじめまして、初見さんありがとうございます。みんな目触れる？自分の目。たまにさ、カラコンとかすると自分の目触れないって、から入れれないっていう人がね、いたりするんだけど。私はね、なんていうの、初めてした時はまあコンタクトしてたんですけど、もともと私目が悪かったんでコンタクトはねしてたんですけれども、全然なんとも思わずピッて取ってやってましたね。私は、こんばんは。本当になんか何もって感じでした。コンタクトできない？そう、意外といるんですよ、 目が触れない。そうで、やっぱり 目指が近づいてきちゃうとどうしても閉じちゃうみたいな。そう、結構いるみたいですね。私はね、もうなんか全然でした、全然余裕でした。そういうところはね、なんか何も全然大丈夫なんですけど、私線邪魔でしょうね。うん、大丈夫ね。うん、あ、いいよ、そうね、うん、その、うん、このもじゃもじゃのところに。したね。お休みなので。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。だんだん詰めてきているので、はいね、なんかだんだんなんかあれだよね、接戦だよね、本当に。もう3位になりたいな。なんかまあ1位2位はね、ちょっと桁が違いすぎてあれなんですけれども、あれっていうとちょっとなんか失礼な感じに聞こえちゃうかもしれないんですけど、そう、朝はね3位にいたので、3位になれたら嬉しいですね。明日の朝もね、一応配信するつもりではいるので、何時に起きよっかな。明日もなんか朝はすることないし、別に、うん、ちょっとね、夜がね、また配信できるとは思うんですけれども、本当にあの、もしかしたらできない、多分できると思う、できると思う、大丈夫大丈夫。そう、まあでもとりあえず朝は絶対するします、起きます、アラームかけます。何、急になんか6位の人との差がすごい広がったのは何、怖、どういう こんばんは。なんかドキドキするね。私さ、いつもなんだけどさ、イベント中ってさ、本当になんかドキドキしながら仕事してるんだよね。特に順位が上がれば上がるほど。なんかさ、あ、抜かれてないかなって。やっぱりさ、その配信する時間ってみんなまちまちじゃない、バラバラじゃん。だからお昼にね、すごい追い上げてくる人もいる、まあまあ夜帯の人が多いけど、そうだから、あ、今仕事してる間に抜かれてるのかもしれないなとか、急に不安になるっていう。そわそわしちゃう、ずっと頭の中に今大丈夫かな。
なことを思いながらいつも仕事をしている私は。抜かれたら抜き返せばいいのさ。まあそうなんだけど、まあ簡単なことではないからね。じゃあそうできたらとっても嬉しいんですけど、でも今回はね本当に目指すは3位なので、なんか1位、目指すは1位じゃなくて3位って言うとちょっとなんかえなりそうだけど、そう、まあ3位です。ぜひご協力いただけると嬉しいです。今日眠そうな顔してんね私ね。いつも以上になんかトローンとした顔してるよ。なんか私ってまあ眠い時の顔って分かりやすいよね。自分でもさ目開かないんだよ。たまにさそういうのあんまり出さないみたいな、出さないんだよとか言う人いるけど、出ちゃう人はどうしたらいいんだろうね。あ、そう、ショールームの画像変えました。最近の写真になりました。なんか、まあ、あんまいい写真がないので、とりあえずはっていう写真なんですけど、そう、本当にだからさ結構なんかやっぱりいるんですよ。なんかそういうなんか疲れたように見えて、そういうのを仕事に出さないっていう人がね、出しちゃダメだよって。もちろん分かるのよ、その気持ちはすごく分かるの。ごめん起こしちゃうとごめん。そう、すごくわかるのね、気持ち的にはわかるんだけど、でもなんかその自分もさ出したいわけじゃなくて勝手に出ちゃう時ってあるじゃない。なんか私だともう本当にもう目が開かなくなるんですよ。もう開けれないんですよ自分で。そう、そういうのはだからどうしたらいいんだろう。うん、どうした可愛い子ちゃんよ。あったか、キュッされて嬉しいか。犬吸い猫吸いならぬ犬吸い。あやーな、ごめんって。眠たいね。いや、あくびしないよ。寝なかったの？あー、出たね。私も足りないのでいつもキリッとしろ。そう、そうなの、そう。そう、私もだから、なんか、疲れてんのとか、眠いのめっちゃ悪いけど、まあ、そうじゃない時も、まあ、意外とそう見られたりします。まあでもね、疲れる、だから余計にその眠くなると、自分が今眠いなと思うと余計にそれが出てるんだろうね、いつもの顔にプラスされて。さま、ぜひイベントご協力お願いいたします。まあ今なんか皆さんみんな配信してるっぽいので、まあ接戦なのでぜひご協力いただけると嬉しいです。そう、あと、そうそう、疲れてると私さすっごいクマが濃くなるんです。どうしてでしょうか、これずっと思ってた。そう、私さ、まあだから朝とかもさコンシーラーでめっちゃ隠してたの覚えてる？朝見てくれた人、コンシーラーでめっちゃ隠すんですよ。まあもちろんさ、だから化粧がちょっとだんだん剥げてくるっていうのもあるんですよ、時間経つとね。なんだけどなんか3割増しくらいで、クマどうしたみたいな感じになるんですよ。本当に困ったもんだよ。だから本当クマ取りをしたい。まあ高いんですけどね。
そうマジで熊取りしたい。濃いよね私の熊って結構。もうずっとあるんですよ昔から。これもう多分小学校とかからある。わかるかな、多分顔を光で照らせばわかりやすいけど、もうなんかメイクで隠れるレベルでもないっていうね。そうコンシーラーでも全部は隠しきれないんですよ。わかる、ほらこのこうやってすると私のお肌事情も分かっちゃうんですけど、わかります、このすごくない、特に左ね、ほらマジで撮りたい、そう撮りたいけど高いんだ熊取りも。熊取りなんてあるんですか。あるんです、一応熊が取れるっていう、なんかまあプチ整形になるのかなこれは、わかんないけど、うん、ごめん下行っても一人になっちゃうだけやから、ここって。そう熊取り、したいなと思いつつ、いくらくらいかかるんだろうね熊取りの相場。うわなんか熊取りってさ、え？これなんかいろんな方法があるんだね、なんかねいろんな方法ありすぎてわかんない。そうでもそう私も怖くてやろう、なんかやよしやろうとはちょっとできない。なんかそうなんか種類が何個かあるみたい。こんばんは。皆様ぜひイベントご協力お願いします。あれ5位の人配信してないね今。あー23時からセナタンやる予定なのね、なるほど。あ配信してるわ、あれなんで出ないんだ、この方は配信してない、あれ、まあ、ちょっとわかんないけど、こんばんは。うん、皆さんぜひご協力お願いいたします。なーに寝ててお願いね、まだだから、まだ誰も帰ってこないから、何時に帰ってくるかなんてちょっとわかんないから、私ねお願い寝ててねーね、うん、黙ってほしいんでしょ、寂しいんでしょ、知ってるよ、みーちゃんもかまってちゃんだもんね、かわいい子だもんね、かわいいの。うん。なに。あそこゴロンするとね、線引っ張られて、あの事故るからちょっとやめよう。うん。めっちゃ。かわいい。癒し。癒し。かわいすぎるぜ。笑ってんの、お顔笑ってた今、ちょっと微笑んでるよねあんたね、かわいいね、なんか微笑んでるみたいで超かわいいんだけど、うちの子天使、ほんとかわいいんです、親バカになっちゃうから。うん。
なーに、なーに、どうしたの？歯出てるよ。遊びに来たというかずっといます、配信始めてから。今お家にあとババしかいないので、そう寂しいかなと思って。ももはねババの部屋いるし、そしたらねももと梅ってあんまり一緒にいることないんですよ。同じ部屋にいる、まあリビングはいるけど、そうあんまりなんかその一緒にいるっていうことがまあ全くないわけじゃないけど、まあ、そんななんか嫌なのかな、わかんないけど、そうだからババの部屋とか梅が行くとももがリビングに戻ってきたり、ももが行くと梅がリビングに戻ってきたりっていうことが起こるんですね。そうだから寂しいかなと思って連れてきたんですけど、私じゃその寂しさは癒せないみたいですね。この時間ねいつもマミいるもんね。こんばんは、皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。この子ね体内時計とかしっかりしてるんですよ。ほんと梅ちゃん天才的にマジしっかりしてる。なんかこの時間帯になったら誰々が帰ってきてねみたいな、そうなんかあー多分それを体の中で感じてんのかなっていうくらい本当に体内時計がしっかりしてるんです。そうだからおかしいなって思ってるんだよね、きっとこの時間に帰ってこないのなんでかなってね。この時間とかもいつもねもうマミーなんかね寝る準備してる時間だもんね。お兄ちゃんもまあ遅くともこのくらいの時間にはいつも帰ってくるもんね。まあ、たまに出張で帰ってこないけどあの人寂しいんだな。だからな可愛いよねそういうの。実は時計が読めたりして、え読めちゃう、時計読めちゃうの梅ちゃん。梅ちゃんあんた天才犬だね、可愛いよ。そうです、そうお迎えがいなかったから遅くなったんです、正解。よくお分かりで、はい、あーいい。そうまあでもねなんかもっとだから遅くなるかなと思ったんですけど、まあ一応大丈夫でした、よかった。なーに、なに、どこも行かない、お顔なめない、お顔なめない、違う違う違う、下行かないよ。ねえねしよう、寝ながら待ってようよ、ねえやな、眠たいね、あくびでそうだね、あくびしていいんだよ。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。紫のオブとミラーボールを集めてます。全体のランキングの他にもね、あとなんだ、ギフトとしてのねランキングもあるので、ぜひご協力いただけると嬉しいです。かわいい、ドアの外ずっと見てる、あーごめん、ややったん、かわいい、うちの子天才的なアイドル様、今日何食べた、好きな、わからん歌詞がわからんっていうそう、
れ様です。ギフトありがとうございます。はい、チューしちゃう。あ、そう、あの石川来たらさ、ぜひ行ってほしいお店があるんだけどさ、まあ、な車ないと行きづらいかなと思うんだけど、アンドサンドっていうお店があるんですね。サンドイッチのお店なんですけど、ぜひ行ってみてください。私前マミーと行ったんですけど、めっちゃ美味しいです。種類も結構あって、そう、特にあの明太子チーズ卵焼き、明太子チーズ卵みたいなやつがすっごい美味しかったんで、ぜひ行ってみてください。本当に美味しいです。でやっぱり卵に関してはもうその場で、あのカフェもなんかカフェそのテイクアウトもできるし、そのお店で食べることもできるしっていう感じだったんですね。まあ私テイクアウトだったんですけど、割とすぐ食べるのがおすすめです、卵は。はい、すごい美味しかった。ぜひ気になる方は調べてみてください、アンドサンドさん。めっちゃ美味しかったっていうおすすめのお店です、私の。石川県に住んでる方は知ってる方ももしかしたらいるかもしれない。なんか結構知ってる人多そう、アンドさんと。ありがとうございます。また行きたいもん、すぐ。本当に美味しかった。なんか季節物とかも あるっぽかったし、なんか見たのは桃のサンドイッチがありましたね。そう、あ、桃の季節だなと思って、だから季節のフルーツ的なサンドイッチとかもありそうで、中もおしゃれなんですよ。新なんて読むんだあれ、安本かな、安？なんて読むんだ。私もね、詳しくないんだ、そんななんか地名は分かんないんだ。難しいよね。違いました。シンボフォンって読むんですかね。私のはもう当てにしないでください。本当に分かんないの。もう全然分かんない。シンボフォン見たいよ。安本かと思った、私なんか急に。もう安本とも一応読めるよね。シンボフォンらしいです。ぜひぜひ石川来たら、やっほー。うん、また行きたいな。あとはまあ私がちょいちょい行くのは、まあ前も紹介したけど、能登ひばからベーカリーさんね、ちょいちょい行きます本当に。あとあのお菓子のお店なんだけど、焼き菓子のお店なんだけど、ビアンベイクっていう、ビアンベイクさんっていうところも美味しいです。あのフィナンシェが超美味しいんですよ、そこ。まあね、基本的に私そういう情報ってマミーからもらってくるんですけど、そう言ってめっちゃ美味しいです、焼き菓子。うん、どれも食べたんですけど、フィナンシェ最高に美味しかったね。こんばんは。そう、なんかね、結構いろんな、なんていうの、その催事とかも出てるっぽいです、ビアンベイクさんは。なんか
多分石川のお店なのかな、これは。なんか石川に、まあ石川にあるお店、まあ、そうね、うん。ギフトありがとうございます。皆様ぜひご協力お願いいたします。イベントやってます。 AKB 関連のイベントをやってます。紫の音符とミラーボールを集めてます。パティシエ募集中だって。行きたい。パティシエさんなの？そう、でもなんか本当になんかあのお店ね入ったらもうキッチンがほとんど全部見えるんですよ、作ってる様子。めっちゃなんか面白いよ見てて。そうで、お菓子もねいろんなのあって、なんか珍しいんですよ結構。なんかラズベリーのサブレとかなかなかないじゃん。まあなんかそのラズベリーのなんかコーティングがかかったあのサブレなんだけど、そうマジで本当に美味しい。キッチンがほとんど見えます入ったら。違うけどパン屋さんで働いた経験はあります。あらいいわね、パン屋さんもいいよね。パン屋さんなんかいたらお腹空いちゃいそう、すぐ。絶対いい香りするじゃん、私パン大好き。そう本当におすすめです。今言ったアンドサンドとビアンベイクとナノとヒバカラベーカリーさんですね、はい、おすすめ。うん、ちょいちょい行ってます私は。ノットヒバカラベーカリーさんが一番行く確率高いね、私本当に。なんかねパンが食べたいってなると行きたくなるの本当に。マジで美味しい、大好きです。ベーグルあったかな、ベーグルあったか分かんない、でも美味しいんです本当に。ジェラートも美味しいから、ノットヒバカラベーカリーさん。ありがとうございます。50分になったら歌の時間に行こうかな。塩パンいいよね、いいよね塩パンよね。のぞひばからベーカリーさんは塩パンないわけではないんだけど、あんまり見かけないかな。そうたまに出てて、ちょっと普通の塩パンとはちょっと違った感じの塩パンです。うん、塩パンいいよね、大好きなんだけど私。パンのなパン屋にあったら絶対買うよねっていうレベルで好き、本当にそのくらい私。だからんー、なんかまあ行きつけじゃないけど、まあなんかそののどひばからベーカリーさんも結構車ないと行きづらい場所なんですよね。だから行けない時に、まあ、行くパン屋さんがあるんですけど、そこ行くと私絶対塩パン買うし。そう本当に塩パンって最高に美味しい。そうなんか塩パンが美味しかったら通うよねくらい塩パン大好き人間そう通いたくなる、行きたくなる。そう本当にパンっていいよね、幸せだよね。私基本的にさ、なるべくその、まあ、パンって私からして腹持ちが良くなくて、でまあやっぱりその
腹持ちしない割にカロリーが高かったり、なんかまあね、そういうのがあってあんまり食べないんですよやっぱり。そう、普段はそんなたくさん食べることはなく、ほんとたまにあの昼食パン1枚食べるくらいで、ほとんど食べないんですけど私はね。一回食べたいなってなるとね、そう行きたくなるんです。パン大好き。パンっていうかもう炭水化物大好き、本当に炭水化物大好きだ、ね、私まあ普段ご飯食べる人なんで。言葉にまた一人落ちる、また先に誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極の愛と降臨さえ現れない、一番星の生まれ変わり。吠えないよ。うん、吠えない。吠えないよ。うん。兄ちゃんかな。わかるよ。この子はわかるよ。この子たちは。待ってて。待っててね。下行こうか。じゃあ、はい、下行こう、下行こう。はい。お兄ちゃんだね。よかったね。よし。あ、間違えた間違えた、危ない。配信間違えて配信切るところだった。怖っ。疲れてる時って何するか分かんないよね。疲れてる時の自分って信用できないそう、何やらかすか、そう、ほんと信用できない。なんかいつもさ、ほんとにね、疲れて帰ってきたりするとね、あれ今日お店であれしてきたかな、あれこれしてきたっけ、不安に襲われる。大丈夫、明日は、うん、まあ明日もちょっと用事があるので、そう、ちょっとまあゆっくり寝るわけではないんですけど、まあでもお風呂入って、あー、お風呂ってめんどくさいよなね、こういう時にね、あのお風呂キャンセル界隈がねやってくるね。入るよ、私は入るよ、入るけど、まあ、めんどくさいなとは思うよね。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。キャンセルしたくなるよ、本当にしたくなる。
これが本当風呂キャンセル界隈なんだよっていうね。風呂入るよちゃんと。もちろんシャワーだけでも。だいたい私お風呂浸かりたい人なので浸かるんですけどね。そう、浸かります。むくみ取れないんです。そう、お風呂に浸からないとちょっとむくみが取れなくて。そうだからお風呂入りたくなる。湯船で寝ることないよ私。だって携帯触ってるもん、お風呂入りながら。ダメだよねこれ、依存症だよね。分かってるんだよ、分かってるんだけどね。あのジップロックに入れてね、風呂でも携帯を触るので私は動画見たり。そうなので基本的に寝ることはないです。前まではね、そうなんか持って入ってない時は、あ眠たいなっつってちょっと寝そうになることはあった。今はない。ギフトありがとうございます。本当すごいんですよ携帯の力っていやそこじゃないねんってねコナンくん見てるの？コナンくんは見てない。ドラマとか見たり。はい、見るものない時はコナンくんだな。でもそうアニメ見たりだ。そう本当にそう、シャワーだけだとね本当にそう体が重たいんです。だから私はちゃんと湯船に、まで湯船に浸かって風呂出ないと風呂入った気もしないそうあれ私風呂入ったっけ。ギフトありがとうございますっていう気分になる。携帯のない世界なんて考えられない。もう無理です、無理。携帯って便利すぎてさ、携帯の便利さを知るとさ、ほんともうね、もうね、もうね。ただとりあえず流したいからシャワーばっかり。でも結構多いと思う。私も昔夏場は風呂入んなかったもん、湯船ね風呂入ってたよ。そう、あのお風呂入ってたけど、そう湯船には使ってなかった。暑いもん。そう暑いから、なんか暑いのに、なんで暑いのに入らんなのって思ってた。でもやっぱりな、体とかそのまあダイエットとかむくみとかを気にするようになってからは入るようになった。本当私あの、まあ、もちろん体質が変わったんです。もともとそんなむくむ人ではなかったんだけども、体質がちょっと変わって、そうすごいむくみやすくなったんですよね。とってもむくみやすくなっちゃって、そう結構次の日に持ち越しちゃうんですよ。だからその日のむくみは、そうもうその日中に取るっていう、なるべくね。だからなるべく湯船を浸かります。基本的には私は湯船。なんかここになんかできてる、やだ。ここ首の生え際でも体質あるのありますよ。やっぱりむくみやすい人とかっています。そう、まあ、特に私が今はあの特にあの立ち仕事ずっとあの歩いてしてるんで、まあ、もちろん座ってる仕事でもむくみやすいんですけど、そうまあだから一日ずっと立てたらそれはパンパンになるよなっていう。こんばんは。だから私はどんなにあのなんていうの、眠たくても、どんなに次の日朝早くてもだいたい風呂浸かるよそうだいたい湯船浸かるよ。でまあ半身浴して汗流して、そうで顔面マッサージして寝ます。筋膜リリースとかして、ありがとうございます。
50分ありがとうございます。そしたらね、歌のお時間いきましょうか。虫のバラードはちょっと待っててください。今ね、あの仕事行く時とかめっちゃ聞いてるから。なんかね、 A メロ B メロの A メロかなの音が取れないことにわことが分かった私。虫のバラ A メロ、そう、音がなんか取れなくて聞いたらあれ。まあね、期間中には絶対歌いますね。ポポが咲いていた。長かった冬が終わり、待ちわびた春が来たんだ。日差しの道を歩き、恋でもしようか。慣れたはずのいつもの通学路、昨日までの僕とどこかが違うよ。うつむいていた季節、風も向きを変えて、人はいつだって生まれ変われるさ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰もいつの日にか日向になるんだ。これもね、歌詞覚えるの苦戦した記憶あるよ。ほんの少しだけの嘆いてた。休みがちな僕が恥ずかしく思う。雲一つない空は鳥も自由に飛び、過去の雨の日も今日のためにある。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ
教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰も日向になる。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。歌えるかな、これ。私フルで歌うの初めてかもしれない。歌えなかったらごめん。
魔法に日差しは変わって人も街も明るめに着替えた風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリットソングなぜこの曲が浮かんだのだろう突然愛しさはいつもずっと前から準備してるノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ時を超え君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず抑えていた痛み僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてる若さは切なく輝いた日々が蘇るよ君と歩いたセンター街から通り抜ける青春に迷って知らないうちに大人になってた歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージあーあー意味があると思いがけない未来眠ってた恋が目を覚ます甘いメモリーメモリー夢を見たグローリーデイズグローリーデイズさよならに込めた永遠こそ僕の誓い不意にメモリーメモリー面影も鮮やかに意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだなんか2番って合わないななんか音跳ねるところが合わないダメじゃん振り返るように君も思い出すだろうかあの頃ごめんなさい、間違えました。いつも君はメロディー、メロディー、懐かしいハーモニー、ハーモニー、好きだよと言えず、抑えていた。胸の痛み、僕のメロディー、メロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今もこんなメロディーメロディーきっとどこかで君だって口ずさむだろう思い出は時には優しい口ずさむだろういつの日にかあの頃のメロディー聞いたからいけるかなと思ったんだけど。あ、ごめん、あの全然あのすいません、あの全然歌えたとは言えない完成度で申し訳ない。いろいろ混ぜてやってみます。ちょっと君
優しい風が吹く、いつもの道であなたに会えるとか、そんなことでいい。小さな鼓動揺れが、思いに重なり、静かに溶けるのをただ待っている。人はど、ちょっと待って待って、わかんなくなった。私はこれで幸せなのに、幸せなのに、愛の歌が聞こえたんだ。それは小さな愛が微笑むように寄り添うような優しい音がした。時は流れ、夢は流れ、いろんな形変わっても、あなたがただここにいればそれだけでいい。一番でやめときます。初めて歌った歌なんだけど、歌ってみようかなと思いました。まあ、また完璧にしても一回歌うね。これでも歌詞がすごくいいので、ぜひ聴いてみてください。福井舞さんの愛の歌っていう曲です。よし、ちゃんと歌えるの歌おう。けせらせら今日も唱える限界上と、やってやろうか、愛を捨てるほど暇じゃない。いつもオーライオーライ、ここを乗り越えたら楽になるしかない。些細な誰かの優しさでちょっと和らいだりするんだよな。負けるな今日も踏ん張って、固めた絡んで身を守って、また諦め理由探すけど、けせらせら今日も唱える限界ちょっと、魂さも全部幸運の矢が抜けない。日でもオーライオーライ待ってるでもね、今日はちょっとだけご褒美を分かっているけれど、私を愛せるのは私だけ、生まれ変わるならまた私だね。一人ぼっちだと気づいても、つながりは消えるわけじゃない。たまにがいい、たまにでいい、ちゃんと大切だと思えるから、あなたの幸せを分けてほしい。悲劇の図鑑、
私ってそう仕方ないほど自分よがい。毎度さなき愛の日々をも願うはじめから、Baby 大人になんかなるもんじゃないぞ、ザ・ラブストーラー。キャンセラセラ今日も唱える、何のせい誰のせい、勝てなくて強さ持ちたい、そうさオーライオーライ乗り切ってみせ、けせらせら今日も言い聞かせる、ウォーウォーウォー、ゴールの矢が抜けない、日でもオーライオーライ止まらないでよ、だから今日はちょっとだけご褒美を、笑える日は来るから、私を愛せるのは私だけ、生まれ変わるならまた私だね、バイバイ無限の愛の日々、パパ劇的な月から、Baby 大人になんかなるもんじゃないけど、クセラセラバイバイクラップつなぎ日々パンパン、明日も月から、 Baby 大人になんかなるもんじゃないけど、クセラセラなるようになるのさ、クセラセラ。僕たちはあと何回夢を見られる、太陽をあと何周回れるのだろう、また巡るその季節は何を伝える、今見える景色だけが全てじゃない、日差しが雲に遮られても空の広さは変わらないんだ、明日も願うなら光はそこにある、その手伸ばせ届くまで、拭わずに落ちる汗はいつも美しい、君の努力がキラキラと道を照らしてる、悔しさをあと何回乗り越えればいい、グラウンドあと何周走り続けるの、勝利とは敗北とは何を教える、泣けるほど熱くなれる大事なもの、その片隅に影があるから、やがて差し込む希望を待てる、いつかは振り向くな光は前にある、自分のこと信じろよ、諦めなければきっと空は晴れてくる、君の瞳に映るはず眩しすぎる夢。
そうすべてはそこにある。見上げていた高い山、約束の場所はいつも遠く見えるけど、大地踏みしめ進むだけ。今光は前にある。自分のこと信じろよ。諦めなければきっと空は晴れてくる。君の瞳に映るはず。眩しすぎる夢、道を照らしてる。僕たちはあと何回夢を見られる。ジタバタともがきながら青春は続く。ソーダ水、あなたがいつも飲んでた。グラスの中はめてる強い泡たち。シュワシュワソーダ水、世界なぜだかとても大人に見えた。あの頃はまだ幼くて恋とは気づかずに、ただ優しい家庭教師と思って接してた。志望校の合格に抱き合い喜んだ。制服の胸が感じた純情ソーダ水。喉がチクチクするから飲めなかった。ずっとの私、憧れソーダ水。二十歳過ぎてトライした。今更思い
出したみたいに。わかったのに恋愛落第点、そのことだけ教えてもらえず何度か自習した。建築家になったって後輩に聞いたわ。私覚えているかな、あの日のソーダ水、あなたがいつも飲んでたグラスの中跳ねてる強い泡たち、シュワシュワソーダ水、緑色の別世界、なぜだかとても大人に見えた。後から好きというその気持ち胸に込み上げる小さな泡がいっぱい。あの日の純情ソーダ水、喉がチクチクするから飲めなかった。ずっと子供の私、憧れソーダ水、二十歳過ぎてトライした。今さら思い出したみたいに、なんか切なくなった。お、4位まで上がった。またちょっと AKB ではない曲にはなるんですけど、これ何回も歌ったことがある曲です。ちょっとトーン低めのでいきます。だね、1,2 曲違う曲だったら AKB に戻りますね。で分かっては嘆いた、転がってく様子を笑った。寂しいとか愛とか分かんない、人間の形は投げ出したんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明を、この小さな箱から出らんない。気づいたら最後逃げ出したい。僕ら全員演じていたんだ、エンドロールに向かって行くんださ。みんな必死に役を演じて、傍観者なんていないのさ。私なんてないの、どこにだっていないよ。ずっと僕は何者にもなれないで、僕ら今さあさあ食い合って、延長戦されんだして、目で淡い愛想、垂れ流しことの愛想、ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。君も Yes Yes 気を飲んで、采配もそこにあんだ。ヘッジョーさご思いもその心打ち抜いてさ、まだ見ぬ糸を引いて、黒幕の出ましさ、その目に映るのは。触れたら困
まれてしまった。間違ってく様子を黙った。僕ら全員無垢でありました。いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを肯定して、前に進めないか。まあ君にはきっと無理なんだ。だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやら外野に見たんだ。そのかいばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って、救いの手を待ってるのさ。考えたくはないよ、バカになっていたいもん。ずっと僕は何者にもなれないで。だから今前線上に立って、その旗は高く舞って、劣勢ている愛を、言葉すら必要ないよ。ドラマチックな展開はどっとヒットしてきたろう。君も Yes Yes 気を飲んで、再会を誓い合って、ワンチャンしかない僕の一瞬をかけるのさ。クライマックスみたいな手に汗を握るのさ。ぽつりと泣いた。隠してきた本当はどこにもない。笑ってきた奴らに場所はない。思い出してポイ出して感情はない。流した涙理由なんてない。寿司さんに温度も感じられない。差し伸べた手に疑いしかない。穴が開いて愛を絶えてしまいになったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人の前にあんたはいつもあざ笑うようにおでま。君にはあ、ま、音が違うわ。呼吸を整えてさ。さあずっと僕は何者にもなれないで。僕ら今さっさくらいあって、延長戦されんだして、目で淡い愛想。ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。君も Yes Yes 気を飲んで、采配もそこにあんな。ヘッジョンそご思いもその心打ち抜いてさ。逃避で黒幕の出ましさ。その目に映るのは引く。お、誰かまた帰ってきたかな。なのに曲がりくなった細い道、人につまずく。あの頃みたいにいて戻りたいわけじゃないの。なくしてきた空を探してる。分かってくれますように。犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。罪の最後は涙じゃないよ。出口見えない感情迷路に誰を待ってる。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実ってやつ叶えるために生きてるんだって。忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。この思いを消してしまうにはまだ人生長いんでしょう。懐かしくなる謝らなくちゃいけないよね。ああごめんね。うまく言えなくて心配かけたままだったね。あの日抱えて全部、明日抱える全部、順番つけたりはしないから。分かってくれますように。そっと目を閉じたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言。どっち2回会ったら友達だって。嘘はやめてね。
赤いハートが苛立つように、体の中燃えているんだ。本当は期待しての現実ってやつ、叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか？無難になんてやってられないから、帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい。進むために、敵も味方も関係ちゃん、どうやって次のドア開けるんだっけ、考えてる。もう引き返せない物語始まってるんだ。目を覚ませ、目を覚ませ。消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから、もう一度行こう。叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか？無難になんてやってられないから、帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい。恥ずかしくなる、こんな痛みも歓迎じゃん。
高っ。こんな高かったっけ。元気の時はね、歌えてた。まあ裏声も使いつつだったけどね。まあ出さなくなるとね、だんだん歌えなくはなるよね。少々お待ちください。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ。楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いに
そう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。イエジを急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。問題2番ですよ。久しぶりに2番歌いますよ。あれかな、やましい愛かも。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね。ちゃんと明日来るまで、君は君らしく夢を見よう。沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。イエジを急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。みんな配信終わんないの？他の方でも私は12時頃で終わるよ。さすがにそこまで皆さんの、ご迷惑をおかけできない。まあ差はどうしても多分広がっちゃうとは思うけど、皆さん明日も仕事だと思うし、私はね一応お休みなんですけどね。え皆さんお仕事あるからなんかそれで体調崩しちゃったらあれだし、基本的には12時頃まで。そう、まあみんな接戦だからね、それやめたら配信止まったらまあちょっと差がねっていうのが、まあ気持ちとしてはすごくわかるんですけれども寝すかね。やりたい人はやったら、ね、私は私はもちろんもう接戦でね、ちょっとああ差が広がっちゃうかなっていうのはあるけど、まあそれより皆さんの体調が大事
そう12時でもねごめんねいつも本当遅いなって思いつつやってるから私は。まあなんかそれぞれだからね人それぞれ。何言ったかな。AKB さんではないけれども、AKB ではない。AKB じゃない、K さんです。やるかな。遠い空の裾野から朝の光が溢れ出す。サンライズサンシャイン、ダムの門を開けたように今清き水が流れて砂漠の街を満たしてく。 Every day, every time は今日も生きてる。踊ってたはずなのに。学校にいて友達と酒少しだけ充実。あかんだ。大人たちどれほど大切なことなのだろう。満たさないようにルールを守って壁の時計をぼんやり見てる。水道の水が出しっぱなしでいつの日か僕だけ溺れそうさ。この今を青春と呼ぶのならばどうやって過ごせば輝くの。鏡の中の僕は相変わらず未来へと続く道の上でもっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい。失敗したってもう一度やり直そう。何も恐れることはない。遠回りでも時間はある。僕はずっと歩いてる。初めの歌ありが愛なんて何も知らないくせに愛の歌いつも口ずさでるよ。戦争のない国に生まれ育って平和とは何か考えもせずに地球上のすべての人たちを幸せにするその理由あまりに無力と知って誰かヒーローになる日を待った。虚しくて切なくてやるせなくて心の器は空っぽで生きることの意味を考えるたび見えない涙ばかりがこぼれる。もっとジタバタしながらあちこち傷を作ればいい。ファ
かかさぶたになるだろう。血を流したその後は強い自分になれるはず。 Say no, say yes、 生き方を声に出そう。しながらやりたいことだけやればいい。失敗したってもう一度やり直そう。何も恐れることはない。遠回りでも時間はある。 Anywhere Anytime 僕はずっと歩いてる。もっとジタバタしながらあちこち傷を作ればいい。 First timeたくたっていつかかさぶたになるだろう。血を流したその後は強い自分になれるはず。 Say no, say yes、 生き方を声に出そう。配信終わった今。ありがとうございます。そしたらあと2曲にしようかな。まあちょっと時間少しだけオーバーするんですけれども、はい、なんかあ、でも1曲でいけるか。いや1曲にします、ごめん。まあ最後はね、まあきっとこれはもう7日間ずっと変わんなさそうなんですけれども、はい、多分7日間これはもうずっと最後の曲は変わんないです。あ、ちょっとだけ待ってて。サザエさんにする？サザエさんがいい？サザエさんにする？今最後の曲だね。青な空を見上げて誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街や歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと思ってるのにここのところ「ご無沙汰でした」「目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ」「悲しいことがあった時には話を聞いてほしい」「47の素敵な人」
敵だあの街へ何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて。はい、まあね、本日皆様ありがとうございます。いつもね本当に、まあ、私のね仕事終わりのお時間になるので遅くになってしまうんですけれども、本当に見に来てくださってありがとうございます。そしてねたくさんイベントにご協力いただきありがとうございます。まあね結構接戦で抜いたり抜かれたりっていう感じなんですけれども、あと5日間少しでもいい順位にして、目標は3位でいけたらいいなと思うので、ぜひ皆さん最後まで協力いただけたら嬉しいです。私も配信頑張るのでぜひ見に来てください。明日の、ね、朝も一応配信します。私も配信頑張ろうと思って、なんかまあでもね本当くれぐれも体調は気をつけて無理せずに体も休めてください。ありがとう無理やり感がまあ後でまた話すね。歌を歌いながら愛に行こう、大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる、いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の ということでね、皆様本当に最後の曲に なりました。ありがとうございます。まあやっぱりまあみんなこのくらいの時間に配信終わったりするんだね。やっぱりみんな12時が結構限度というかそのくらいなんだね。はい、ということでね、これでランキングいきたいと思います。みんな負けたくないのは一緒だよね。はい、ということで、まあ、ランキングいきたいと思います。13位有望、32位あっくんは広島県民、31位 WY あったかげの守護神、30位猿吉さん、9位 W 流星さん、1位桜のお友達さん、7位七田さん、6位かぼちゃん、5位アンクルバケットさん、4位かいさん、3位かっきーさん、2位健一さん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。はい、ギフトいきます。ゆうたさん、たもちゃんさん、かぼちゃん、けんいちさん、ダブル流星さん、ゆうたさん、さるきちさん、きょかちゃん終わった、アンクルバケットさん、ゆうぼうさん、いやすごいね本当に、ななたさん、なんかだからもうやっぱりさ、みんなさ負けたくないからさ、すっごい接戦だしさ、なんかあ抜いたぞ、あ、抜かれたぞっていうのがねあるよねかぼちゃん、けんいちさん、かいさん、たかりーさん、ちさん、ときめきこばぴょんさん、キャンパーさん、マングースさん、ピーコさん、桜のお友達さんです。ありがとうございます。呼ばれてない方挙手でお願いいたします。カサさん、ありがとうございます。ヒロシさん、ありがとうございます。
ね、いや本当に皆様遅くまでありがとうございましたね。なんかもうみんな接戦で本当にドキドキで配信しておりますが、はい、皆さんのおかげで、まあね、いい順位をいただけていて、はい、接戦でね、なんか他の方たちとも戦えてます。ありがとうございます。はい、そうですね、まあWY高木の守護神さんありがとうございます。まああとこれがね5日間続くんですけれども、まあほんと体調には気をつけて、うん、それがね私は心配です。こんな遅くまで配信して、早い人はねもうね睡眠時間きっと短くなっ、朝早い人睡眠時間がねさらに短くなっちゃうと思って、だからまあほんと体調はね気をつけてゆっくり休んで、うん、美味しいもの食べていっぱい食べて、体調いっぱい寝て、いっぱいいっぱい 寝てっていうかいっぱい寝れないかもしれないんだけど、まあでも本当に体調は気をつけて過ごしてくださいね。はい、まあ明日の朝そうだな、まあ6時半くらいかなにまたまあ朝配信ちょっとしようと思っているんで、またね来れるよっていう方はぜひ来ていただけると嬉しいです。まあそれも本当無理せず、はい、こちらこそね本当皆さんもお仕事終わりとかでね、お疲れのところありがとうございます。はい、またあと5日間イベントが続くんですけれども、最後までよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日はこれで配信終わりたいと思います。また明日というかもう今日なんですけれどもお会いしましょう。またね、おやすみ。ありがとね、本当に遅くまでね。ゆっくり休んでください。みんなおやすみなさい。ありがとう。などおやすみ、ありがとう。